低予算格付け選手権、イエーイ。はい、エールブルーウィンド所属新人声優の雛倉莉花です。今日の動画は低予算格付け選手権ってことなんですけど、これはもうタイトルだけで大体何するか分かっちゃうよね。テレビでもやってるあれ、それを低予算でってことなのかな。あーでも私低予算の格付けも YouTube の番組で見たことあるよ。すごく面白かったし、それで今回ちょっとこの番組でもやってみようかなって感じで、動画の編集の時に私の透明度を上げるってことね。つまり全問間違えると完全に消えて写す価値なしになると。なるほど。と言っても出演者私一人だからね。最終的に誰かと競うわけでもないから、ライバルは私自身ってことね。自信はどういう問題が出てくるかわかんないからな。問題次第かな。あ、ちなみに問題はリオさんが考えてくれました。果たしてどんな問題が出るんだろうね。まあどんな問題が出てきてもバッチリ正解してみせるからね。よし、早速行ってみようかな。それでは問題です。 A か B でお答えください。お皿どちらが高価でしょう。はい。A がお花がこうまんべんなく散りばめられた素敵なデザインのお皿ですね。で B が下の方にだけお皿が添えられた、お皿が添えられたは違うか、お花が添えられたお皿。え？一緒じゃない？え？でも A のお皿の方がなんか線が太くて力強いよね。で B の方はちょっと繊細なタッチだよね。え？え？でも高い方を選べばいいんですよね。いや、これは私言っちゃうよ。こういうのは繊細な方がきっとデザインするのが難しいと思う。だから私が選んだ答えは B です。あー正解、やったー。やっぱりね、私見る目があるね。やったやった、本当にねめちゃくちゃ嬉しい。よし、じゃあ2問目いっちゃいましょう。ハンカチどちらが高価でしょう。え、わかんないよこれ。でも私 A のやつ持ってるかもしんない。これで A の方が高かったらいいけど、 A の方が低かった時、私え？え？どっち？ B のはこれ何なんだろう、何が散りばめられてんだろう、点々ごま？何だろうこれ、何かが散りばめられてるよね。で A は黒猫さんの可愛いやつだよね。いやでも素材的に B の方がふわふわ感あるんだよな。よし決めます。答えは A です。嘘、私が使ってるかもとか言ったのに。え、私そんな、え、私今どうなってるんですか。ちょっと薄くなってるんだ。動画編集っていろんなことできるんだね。今のご時世、露出できる機会はどれだけあってもいいわけだし、存在感薄くなりたくないよね。でも1問は正解したから完全に消えることはないけど、これ以上薄くならないように存在感保っていきます。では最後の問題お願いします。紙コップどちらが高価でしょう。そんな値段の違いってあるの。え、無地かエンジョイなんちゃらって書いてるやつか。エンジョイ、でもこれって一番最初のお皿を思い出すと繊細というか、まあ、デザインが複雑な方が経費がかかるんじゃないかと私は目論んでるんだけど、でも B の方がもしかしたら分厚いコップかもしれない。もし手触りが全然違うかもしんないよね。耐久度が高いのが B みたいな。いやこれは引っ掛けか。でも心意気が高いのは、なんか元気な感じを出してくれてるのは A だから価値があると信じたい。でもよく100円ショップとかでも売ってそうな気がする。いやそんなこと言ったら B も打てそうな気がする。わかんない、めちゃくちゃ難しい。いやでも私は
価値の違いが分かる女。そう、格式高い私は B を使う。答えは B。 違うの？嘘、なんでよ。やっぱりデザイン、うわ悲しい。いけると思ったんだけどな。ということで、低予算格付け選手権、成績は3問中2問、あ、違う、1問だ1問正解で、私の存在感は何パーセントなんだろう。今どれぐらい透けちゃってるんだろう。2問間違えたってことは 60% 減ってるから、今の私の存在感は半分切っちゃった。次やるときは完全なね、 100% の私をお届けしたいよね。はあ、悔しい。次も頑張るぞ。ってなわけで、それじゃあまたね。チャンネル登録と高評価ポチッと押してもらえると嬉しいな。ひなくらりこでした。